日本人に不足している食物繊維は1日約 5g。皆さんご存知のように食事の中で食物繊維というのは非常に大事ですね。これは腸の中にいる善玉菌の餌となる食物繊維をどれだけ体に取り入れているかによって健康が左右されると言っても言い過ぎではないかと思います。まあ 皆さん食事というとタンパク質とかカロリーを気にしておりますが、まず食事の最初は食物繊維という理解が大事でしょう。そして食物繊維は1日約 24g 以上の摂取が理想的とされておりますが、大体いい日本人は 19g ほどしか取っておらず1日約5グラム不足しているとこう言われておりますそれで今日は食物繊維についてちょっと考えてみたいと思いますまたその足りない5グラムはバナナを2本食べることによって解消できるということも覚えておきましょうまあ、えー、食物繊維というのは人の消化酵素で分解されない 食物中の相対と定義されてるんですね。で、この食物繊維には野菜類とか穀類とか豆類とかキノコ類、芋類およびデンプン類等に多く含まれているんですね。で、特に我々は日本人はご飯を主食として食べますので、ご飯の場合は精製度の高いその白米よりですね、えー、未精製の全粒粉とか玄米などを に食物繊維が多く含まれているので、これらを主食として食事に取り入れて良いと思いますね。まあ、あの食物繊維というのは大きくですね。2つあるんです。水溶性の食物繊維。これは腸にいる善玉菌の餌になる。それから水に溶けない不溶性、食物繊維。これは腸に溜まった不要なものを排出する。こう役割があるわけですね。 で、食物繊維の多くは担当がたくさん結合した多頭類の仲間ですが消化されなないためににエネルギー源にはなりません。まあ、生活習慣病の予防の観点から理想的な食物繊維目標量というのは成人 24g1 日以上という具合に言われておるんですがだいたい日本人が平均取っているのは 19g と1日 5g 不足している。 ですので、この不足の5グラムは、1日2本のバナナを食べることによって解消で。バナナっていうのはですね、まあ、いつでもどこでも手軽に食べられる。でね、食物繊維の補給ができる。いや非常に便利な食べ物ですね。